元気が出る絵手紙、大場康幸です。本日はわさび漬けのポスターを描きます。杉山農園さんのわさび漬け。まず用意するものは筆と水性イベントカラー、水性ペンキ、こんな感じで用意いたします。そして大体の下書きを用意して、私の場合は行きます。今回は行きます。大吟醸の酒粕を3年間冷蔵庫でゆっくり寝かせて、杉山さん家のわさびで、わさびと合わせて作ります。もうちょっとわさびが左だったらよかったけど、もう書いちゃったのでしょうがないです。菊宵青島酒造さんの大吟醸の酒粕はここのお宅に行くようで、酒屋でもなかなか買えません。これ落ちたりちょっとかすれたり、そんなことは気にしません。でさっきの下書きを見ていきます。杉山農園さんの皆様も素敵な素敵なご家族ですの方がこだわってわさびを作ってくださっております。
新聞紙を下に引いて輪郭をつけます。この大体が多分いい感じに、きっちりしない手書きの良さでいい感じに目立つと思います。完成です。大吟醸杉山農園さんのわさび漬け、甘みを加えずわさびのツーンとくる辛さが特徴のわさび漬けです。美味しいわさび漬けです。あとは外に飾ります。ありがとうございます。